お世話になります。ひとりでございます。今回はゲンガー、怪力、カビゴンの巨大マックスの姿のやつが出やすくなっているとの情報が入りましたので、それを共有させていただきたいと思います。まずはね、不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取るをやりましょう。これ一応やっとかないと出ない可能性もありますので、必ずやって、ニュースを受け取りましょう。このような感じでポケモンの巣を覗いてみましょうと出ますので、これで OK でございます。おそらくですね、出る場所はいつもと同じ通りどこでも出ると思いますので、お好きなところにね行ってやっていきましょう。私もここでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。時間かけたくないよ、そんなに。来いよ。来るはず。はい、来ない。じゃあ違うとこ行きましょう。来てくれ。はい、来ない。違うとこ行こう。全然来ない。そんな時間かけたくない。そんな目ぼしいやつではないからさ。あ、来た来た来た。来ましたね。かっこいいかっこいいかっこいい。やっぱり。じゃあこれ行きましょう、早速。もうカビゴンはすでに出てるし、ゲンガーとね、怪力、そこまで。めっちゃ欲しいポケモンっていうわけでもないですよね。巨大マックスの姿で。まあでも普通に倒せると思いますけどね。出ちゃった。マジか、出ちゃったじゃん。捕まえれなかったし。他、もう一回探してみましょうか。違うよ、こいつじゃないよ。あ、怪力来ましたね。星3でも出るっぽいっすね。また捕まえれなかった。なんで来ないね。いやー、また来なかった。いやー、全然来ないね。マジか。あー、もううざい。いやー、また来ない。また来ない。そろそろ来いよ。紫出たよ。なにこれ。これ違うか。来ない。あ、来た。カビゴン来ましたね。カビゴン一応やりましょうか。おっすー、どうもー。まあ、カビゴン一回ありましたからね、もうすでに巨大マックスの限定のやつ。まあ、こいつはでも割とその、ランクバトルとかでも使うから必要な感じはありますよね。オッケー、ゲットしました。カビゴン。アイテムとかは特に変わらない普通の一般的なやつですね。じゃあカビゴン見ていきましょうか。5V ですね。これはすごいな。巨大マックスカビゴン。はい、食いしん坊。あ、夢特性じゃん。夢特性出るんすね、普通に。やっぱり今回もこの限定のやつでは夢特性多分どれも出るんじゃないかなと思います。技はのしかかり、アイアンヘッド、噛み砕く、死ねの頭突き。まあ普通のやつじゃないですか。気まぐれの性格。オッケーオッケー。もう一回入れてみましょうか、ここに。あ、来ましたね、来ました。3回目だぞ。オッケー、捕まえました。はい、じゃあ怪力見ていきましょう。 4V ですね。まあこれはまあしょうがないっしょ。あれ、こいつ巨大マックスじゃない。巨大マックスじゃなかったか。丸役で。出ない。出ないねー。出ねー。おい。おい、もう願いの塊なくなっちまうよ。おい。おい、カビゴンだけど、普通のやつか、これ。全然出ない。出ねー。おい。なんだこいつ。これ誰、ドガースか。出ねー。バカ、またカビゴンだ。この巨大マックス系のやつが出てきたら、巨大マックス系が出てきた巣穴で、このみんなで挑戦やって、それで本ボタンを押して、それで設定をやって、日付を1日進めるってやつやれば、ここで変えることで、別のね、巨大マックスポケモン多分出ると思いますので、もしね、裏技そんな嫌いじゃない方は、やればいいんじゃないかなと思います。私は嫌いじゃないんでやります。あ、来ましたね。これ怪力ですね。あ、普通の怪力だ。普通の怪力も出るっぽいですね、なんか。まあ、これとりあえず、またやっていきましょう。オッケー、ようやく怪力来ましたね。3度目の挑戦、捕まえさせてくれ、今回は。あー、死んだ。うわー、負けたし。おいおいおい、怪力、そんな欲しくねえのになんでこんなに、手こずらねえきゃいけねえんだよ。いらねえんだよ、お前。おい、また負けたよ、お前欲しくねえんだよ。みんなに見せるためだけにやってんのに負けるなんてひでえよ、お前。負けたわ、また。おい、こんなやつに、マジかよ。味方雑魚すぎだって、さすがに。やっぱちょっとオーロンゲ連れてった方がいいかもしれないですよね、ソロで行く場合には。ここはオーロンゲとかで壁張って NPC なんとか守りながらやっていくしかないんじゃないかなと思います。いやー、どうしよう。電磁波入れよっか。電磁波入れて、身内の時は NPC じゃ勝てなかったんですけど、多分これで NPC 勝てんじゃないのかな、NPC。もうやられちゃったけど、もう一体やられたけどね。マジかよ。早えよ。身内の時もやったんですけど、電磁波入れてからリフレクターで、私イカ様しか持ってないんですけど、本当はフェリータイプの技持ってた方が良かったですね。まあ、しゃあない。これしかないから技が。ナイス！ルチャブルナイス！めっちゃ攻撃してくれてる。イカ様全然食らわね。クソほど食らわね。ナイス！フライングプレス。あ、ありがとう。やっと倒せた。めっちゃ強いわ、本当に。オーロンゲじゃないとちょっと厳しいっすね。オッケー。やっ、捕まえれた。こんなね、やつに。めっちゃ時間かかったわ。オッケー、巨大マックス怪力ゲット。根性ですね、夢特性であれよ。なんで夢特性じゃねえんだよ。クロスチョ、炎のパンチ、レイトパンチ、地震。技はいい技覚えてますね。意地っ張りな性格。おい、オッケー、また行きますよ。あと、ゲンガーだけ。もうみんなで挑戦でまたやっていきましょうか。あ、来ましたね、ゲンガー。
星3ですけど、どうなんだろう。まあ一応これ捕まえましょうか。うわーすげえ、ゲンガーかっこいい。いいね。このゲンガーはソードでしか出ないですから、私自身も持ってないんですけど、ですから今回のねこの期間限定中にあのソードの方は特にねゲットした方がいいんじゃないかなと思います。ナイス、余裕っすねこれは。オッケー、ゲットしましたね。ゲンガーようやく捕まえました。まあアイテムはこっちも普通ですね。はい、巨大マックスゲンガーゲットで、呪われボディで、まあこれ夢特性ないらしいですね。たたり目ヘドロ爆弾10万ボルトオリンピということで、まあいいんじゃないですか、陽気な性格。はい、そんな感じで今回ゲットさせていただきました。まあ冒頭で巨大マックスカビゴンとカイキとゲンガー出るたんですけど、多分ね巨大マックスじゃないやつもね、出やすくなってるんじゃないかなと思います。まあゲンガー夢特性はいないですけど、カイリキとカビゴンはね夢特性ね普通に出るっぽいんで、夢特性持ってない方はここでゲットするのがいいんじゃないかなと思います。ただ結構ね発売してから時間経ってんのに、ここでね一度出たカビゴンとそんなに欲しくないカイリキが出るのはちょっと残念ですね。